時にはバサッと行くこともある。ガジュマルの育て方、それからこんなに伸びてしまったのと季節がいいので剪定をしていこうと思います。まずはじめにガジュマルの育て方、置き場所、大切な置き場所はできれば明るいところ、もちろん明るいところが大好きです。耐陰性があるので暗いところでも少し耐えることはできますが、できればお部屋の中の明るい場所に置いてあげてください。それから水やり、水やりはあまりこういつもいつも土がびしょびしょ濡れているわけではなくて、土がしっかり乾いたらお水をあげてください。あまりねお水過ぎてしまうと根腐れしてしまうことがあるので注意してあげてください。ガジュマルはフィカスの仲間になるので白い樹液が出ます、カットすると。なので手袋をしてカットしていこうと思います。まずはじめに気になるのはこの伸びているところですよね。これ、例えばですね、ま、この辺で切ってみますね。よいしょ。やはり白い樹液出てきました。これはこのまま刺し穂にも使えます。樹液を流してあげてください。とりあえず今一旦ここに入れますが、このお水は樹液でね汚れて濁ってしまうので、必ずお水はね後で挿し木する前に交換してあげてください。切り口からもポタポタ垂れてきて、こういう枝のところについてしまいますよね。なのでティッシュで軽く押さえてあげてください。それでは葉が多すぎるのでもう少しカットしていきます。刺し穂苗は10センチだと長いかな、10センチぐらいまでですよね。このくらいにして切り口を斜めに、ここですね、カットして、葉もできれば1枚2枚1枚ぐらい、こんな感じで刺し穂出来上がりです。で、ね、見るとなんとなくまとまってるように見えます。そしてやはりここが混んでますよね。こういう風にガジュマル混んでくると、このように内側の葉が黄色くなったり傷んでくるので、こう混んできた場合はね、ちょっとすいてあげる、こうすいてあげることも重要な作業になってきます。透かし剪定、一番初めが長いところを剪定しました。で、次が透かし剪定、こう詰まっちゃってるところ、風通しが悪いのは良くないので、こうやって透かし剪定していくこともあります。でも今日私がやろうと思っているのは丸坊主剪定です。実は初めからねそれをやってしまえばよかったんですが、説明のために少しずつ切っていきました。これ葉っぱ全部落としてしまって、例えばこの辺こうやって、ガジュマルはこれちょっと長いですね、ちょっと長すぎちゃうのはバランスがあって悪いので、ここでよいしょ切ってしまいますね。こうやって丸坊主剪定をかけて、春の季節のいい時はこのように丸坊主に剪定、よいしょ見えるかな、剪定してしまっても1、2ヶ月でふわふわといい感じになります。トマパン園芸、お水で休ませた刺し穂苗を刺していきます。こちらは赤玉小粒、お水でよく流し、下からね茶色お水が出ないところまで流してきました。刺し穂用の土なども売っていますよね。そういうのでももちろん大丈夫です。このように土に穴を開けて、先ほどの先に入れて
キッキッと。こんな感じで刺し穂出来上がりです。そしてこれを初めから明るい日の当たるようなところには置かないで、少し暗めなところに置いて、少しずつ根が出てくるのを待ちながら、明るいところに私は移動させてあげています。今日の動画は、育て方について、それから、余分な出ている枝をカットして刺し穂を作って増やす作業についての動画でした。また次機会がありましたら、今度はガジュマル、こちらの鉢の植え替えもやってみたいと思っています。またよろしくお願いします。今日も最後までご視聴してくださりありがとうございました。